このセッティングは女子オープンの優勝の時のセッティングで今写してます最初はサンドウェッジからいきます。基本的に私は3本でアプローチとか100ヤード以内は打ってるんですけどまず58度で54度50度でプレーしてます シャフトが NS プロの1050だから今年結構クラブに悩んだ時期が前半あったのでそこでいろんなプロとかあとまあ自分でも打ったりとかして相談したらトレーニングしてちょっと筋力もついてきたのでやっぱ今までの。 重さだと物足りないじゃないかっていうことでクラブを重めにしましたじゃあ次アイアンですねアイアンはピッチングから4番アイアンまで一応入れてますとアイアンはスリクソンの ZX7 のアイアンに変えましたこれが7月に変えたんですけど資生堂の週に ちょっとまあアイアンを気分転換に変えてみようかなと思って試したらすごい良かったので,で試合してでその資生堂の試合も2位タイで結構いい成績だったのでそっから使ってますでこのアイアンのシャフトも NS プロの1050を入れてます結構スリクソンのアイアンって構えやすくて打ちやすいので本当におすすめです 6番アイアンまでこの ZX7 のアイアンを入れてるんですけど5番アイアンと4番アイアンだけスリクソンは一緒なんですけど ZX5 のアイアンを入れてますこっちの方が少し優しくて球も上がりやすいので多分ちょっとアイアンが苦手だなって思う方はこっちの方が打ちやすいかなと思いますじゃあ次ユーティリティなんですけど 私は4番ユーティリティィリを入れてますこれが ZX シリーズのユーティリティでまで、あ、新しいウッドです。シャフトが天性の 80g ですね入れてます。で硬さは S です。5番ウッドはこれも ZX シリーズのスリクソンのウッドで。 シャフトがディアマナのの S を使ってますこのシャフト結構お気に入りで去年から入れてますねずっとこのウッドでやってますでサンマウッドも ZX シリーズのウッドなんですけどシャフトだけちょっと違って種類がディアマナの、まあ、60の S は変わらないんですけど 多分何かが違うんだと思います。ちょっとその何かはわからないです。ドライバーはこれも ZX シリーズのあのセブンの方のドライバーを使いました。で、最初はファイブの方を試したんですけど、ちょっと自分にはこうあんま合わなかったというか、こう打った感触がなだろうちょっと違って、でセブンを打ったらすごい良かったのでこっちを選びました。なんかファイブは 結構直進性のあるクラブだと言われていてセブンはコントロールしやすい例えばスライスフックを打ちたいっていう方はこっちの方がおすすすめみたいですあんまりコックを使わないタイプなので,でタイミングも自分のタイミングで打ちたいからかな。なんかあんまり先動かない方が好きですね これがちょっとハードめなんですよねちょっと硬めのシャフトでこれが多分ちょっとそれよりも柔らかいシャフトだったと思いますちょっと優しめのシャフトだったと思いますじゃあ最後パターいきますパターは今年すっごい悩みましたもうこれは結構あむちゃんの時から使ってたパターなんですけどなかなかパターが入らなくて。 いいろろそのスコッティ・キャメロンから他のに変えたりいろいろしたんですけど女子オープンの前の週にこのパターンに変えて最終日に臨んだらすごい良かったので女子オープンもこのパターンで行きましたなのでちょっと古いパターンかもしれないんですけどこれが自分は合ってて好きですこれはオデッセイのパターンなんですけど D ワークスかな っていうパターンですでなんかフェースのボール当たるところがなんか模様何か <laughs> ちょっと柔らかめなやつで私あんまり手にボールの打った感触が伝わるのがあまり好きじゃないのでこのフェースの方が伝わりにくいのでこのパターンが好きです。で今入ってるのが15本なんですけど。 3番ウッドと4番アイアンをコースによって抜いたり入れたりします。で女子オープンの時は4番アイアンと3番ウッドを初日2日目は4番アイアンを入れたのかなだから3番ウッドを抜きました。で3日目4日目は4番アイアンを抜いて3番ウッドを入れました。っていう感じでこうコースとか今日の。 ショートホールの距離とか、こうセカンドをどれぐらい残るとかでセッティングを変えます。いかがだったでしょうか。私のセッティングは少しハードスペックなので、力の強い方におすすめだと思います。で、こういうまあウェッジを三本入れたりだとか、ウッドを抜いてまあ四番ヤ入れたり、いろいろセッティングを変えるっていうのも。 参考になったらいいかなと思ったので、皆さん参考にしてみてください。優勝できるように頑張りたいと思います。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。